キスタンプラリー2011完全制覇の旅、今日は夕張のメロードさんに来てきました。さあ早速スタンプを押していきましょう。それでは早速スタンプを押していきましょう。夕張メロードさんは43ページの111番です。夕張の道の駅に来たらまずはこの夕張バーガーを食べましょう。すいません、夕張バーガーを一つと、あとウーロン茶お願いします。はい、ありがとうございます。680円でございます。はい、ありがとうございます。皆さん夕張バーガーご存知ですか？すっごくパンがふかふかなんですけど、中にはトマトと特製のタルタルソース、そしてジンギスカンが入ってます。なんとこのタルタルソースには長芋とかメロンも使われてるんですよ。それでは食べてみます。いただきます。やっぱり美味しい。味付きのジンギスカンの味とこの特製のタルタルソースが本当によく合うんですよ。ぜひ夕張に来たら食べてくださいね。でした。夕張バーガーでお腹をいっぱいにしたら次はデザートです。夕張に来たらやっぱり夕張メロンを食べなきゃですよね。すいません、はい、こちらのカットメロンを一つお願いします。はい、30分です。はい、はい、ありがとうございます。中からお好きなの選んでください。あ、はい、としてあるのもすぐ食べれて嬉しいですよね。いただきます。夕張メロンだ。やっぱり甘くて美味しい。時期的にもうないかと思ったんですけど、あってラッキーでした。まだ売ってたみたいなんで帰りにお土産に買ってっちゃおうかな。メロン甘くてみずみずしくて本当に美味しかったんで、せっかくだしお土産に買っていこうと思います。800円ですよ、すごく安い。メロン買っちゃいました。でーんThank you.
聞きしちゃっても大丈夫なんです。道の駅の中には美味しいメロン味のものが他にもあるんですよ。こちら夕張メロンソフトクリーム。道の駅といえばやっぱりソフトクリームですよね。それから絶対に買って帰ってほしいのがこちら夕張メロン味のバームクーヘンなんです。私の大好きな北九郎のバームクーヘンがなんと夕張メロン味なんですよ。これは絶対お土産に買って帰りましょう。すいません、ソフトクリームを1つとあとこのバームクーヘンを1つお願いします。ありがとうございます。それでは新規メニューになります。はい、メロンの相性は最強だと思います。美味しい。大満足です。赤いオクラがあるんですよ。初めて見たんですけど、それから赤いジャガイモもあるんですよ。これは買っていってお家で食べてみようと